ここでここで来るか。あー、ガガミンちゃん、行こう行こう、全国は前、俺女子にハマってないのしとけ、お前。ちょっと待って、これ、何これ、ちょっと待って、何これ。え、何これ。いやいや、いいと思うよ。え、あの、いいよ、俺はいいんだけどさ。俺の仲間たちもこれじゃよ。俺たちはこれで十分。俺たちはこれで十分。負けてるんで。ジュギアさんだけです。簡単に言うと、ギジ弁当呼ぼうぜ。自分で何やったか言うてみ。やっぱり僕は、ジュギアさんのコラボを、盛大にすっぽかし、全く連絡もせず、人生を謳歌してました。人生を謳歌したんだ。謳歌したんだ、その後。それ悪いの？君じゃなくて誰？ルナとミュウですね。だよね、はい、女の子何も悪くないのに謝ってたよ。君から謝罪一言もない。あーやばいやばい、君怒ってるぞ。謝罪一個あってもいいんちゃうけ。本当に申し訳ございませんでした。いいよ。あれ、あれ、別や、もうちょっと行くよ。なんでこいつの好感度が俺の好感度めちゃめちゃ運動が上がってビビるわ。いや俺とさ JP がさ完全コメント欄俺らの袋叩きでみたいな、うん、絶対俺らであれそうって言ってたらこいつだけ叩かれてマジで純粋に叩かれるわ。頼むわ。そろそろマジ頼むわ。俺一緒に火の中飛び込んでってんのにさ燃えて帰ってくるのお前だけだよ。油がだって運動会で多分好感度爆上がりでフォロワー数爆伸びしてたもんね。フォロワー数インスタとかもあれだけでも1万人ぐらいインスタ伸びてなんでこうなったのかみたいなね。ああ質問は、ね、その質問がまあ基本多かったから、はい、なんで喧嘩したんですか。まあそれはまあ義士から喋った方がいいのか。あ俺からね、うん、まず、まあ、前日頭痛かった。ジュギアとのコラボの前日で頭痛くて、いやでも大丈夫かって思って、その時に起きたのがジュギアとのコラボの3時間前ぐらい。うん、もう間に合うね。間に合う間に合う間に合う。まだそれで熱測って38度5分ぐらいだったのがちょうど2時間前。はい、まだでもね、まだまだまあまあ、でも時期も時期だし、これどうしたらいいんだろう。いやーでも行こうかな、でもとりあえず事務所に連絡しようかな。これ1時間前お前熱測って1時間何してたの。ガチでなんかとりあえず病院行ったらいいのか、それかまあいろいろやってたね。メンバーだけ行ってもいいけど、もしそれで俺が何かあったら濃厚接触者じゃないかみたいのを一時考える時間が大体3、40分で考えたな。早く行動しろよマジ考えすぎだろ。でも事務所に連絡してとりあえずじゃあ技師官病院に行ってください。でそれで結局とりあえず病院に行ってたらコラボがなかったかのようなぐらい自分がきつすぎて、もうそれで終わりと。ああもう全くもう頭になくなっちゃったの。もうマジでもうコラボがなくなっちゃった。